皆様こんにちは、みえちゃんです。今日はね、こちらのバッグのご紹介なんですけど、ゆりかごの歌っていうタイトルで作りました。ゆりかごの歌をカナリアが歌うよ。ねんねこねんねこねんねこよ。ゆりかごの綱をキネズミが揺するよ。ねんねこねんねこねんねこよ。どうもお粗末様。しみじみといい歌ですね。この歌を聞いたことない人はいないでしょうね。はい、ここはね、かわいいスズメの赤ちゃん。これね、子供着物の切れだったんですよ。残り布の。かわいいでしょ、このスズメちゃん。ほら、ゆりかごに乗って。ねえ、どこかの宇宙のね、違う星の、なんか、どこかの、ねえ、ねぐらで、かわいく寝てます。でね、これを、このかわいい切れをね、このしまもめ、昔のあのお父っつぁんが着てたような丈夫なしまもめんと、あとこれね、水玉、これは名線、名線なんですよ。でね、ここに名線って昔の女の人の普段着ね、絹なんですけどね。でここはアンティークレース、これはね、ずいぶん古いの、フランスのものすごく古いレースをね、集めてたもんでね、それを使いました。コラージュしてみました。このね、琵琶の実っていうのが出てくるんですよ、このゆりかごの歌にね。だからこの琵琶の実を作ってつけました。うん、これ表側でしょ。で裏側がね、これがバイビアの実とかアンティークレースとか、あとこれカナリアちゃんが、ここに青いカナリアがいますね。これビーズつけたりして、刺繍もちょっとしたり、こちらもお花を作ってつけたり、これレースのお花、これはね、あの葉っぱをね、絹の切れをちょこちょこっとやってここにつけました。で中はね、こうなって、結構ポケット2つくっつけてるから、よくいろいろ入ります。綺麗な、何色っていうの、これメロン色みたいな。ここマグネットでプチッてやると勝手にくっつくので、この紐も昔のお父っつぁんのあのしまもめん、すごい頑丈なんですよね、しまもめん。ここはね、こうやって金具つけ、金具じゃない、これなんだろう、なんか綺麗な月光色のがあったのでつけてね、ここ結ぶとね、調節できるんです。ほどけません、全然。こう一結びすればね、自分の好きな長さに調節できます。こんな感じで今日の作品ご紹介、これにて終わります。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。